アイシャドウアイシャドウは、目の周囲、特にまぶたに陰影をつける化粧法のこと。あるいはその化粧品。顔を立体的に見せる効果がある。油脂とロウを混ぜたクリームに、香料、顔料などを混ぜて作る。起源は古代エジプトと言われており、当時の絵画や彫刻に、目の周りに彩色したものが残されている。この時代のものは単なる化粧ではなく、まよけ、虫よけ。 目の病気への対策であったとも言われている。古代エジプトのアイシャドウは、クジャク石をすりつぶした青色の粉状のものをまぶたに塗るもので、ハエによる眼病の伝染を防ぐといった目的で用いられた。また、最初に使ったのがクレオパトラという説もある。この風習は、ギリシャやローマ、さらにアラビアにも伝わった。しかし、西ヨーロッパには伝わらなかった。 ヨーロッパで一般化するのは20世紀の半ば、すなわちほぼ現代になってからであり、メイクのポイントが口元から目元に移ってきてからとされる。日本では、魔よけとして、目尻に赤く塗る赤土化粧に始まる。いわゆる現代のアイシャドウは、西欧からの輸入であり、入ってきたのは明治頃とされる。だが、当時はほとんど普及せず。 女性一般に浸透したのは昭和に入ってからであった。元は夜にする化粧とされた。現代では茶色、青、赤、紫、緑など様々な色が使われる。またパールやラメなどが配合されるなど様々なタイプの質感がある。発色や餅を良くするためにアイシャドウベースと呼ばれる下地を塗布してから使用することもある。ノーズシャドウという鼻につけるものも存在する。 パウダータイプのパレット、ありがとうございます。